はい、こんにちは。まえちゃんねる前原です。です。はい、今日はこちらですね。うん。手裏剣戦隊ニンニンジャ最強忍び刀、忍者激アツ刀。です。はい、こちらですね、2015年11月8日、本日初登場しましたね。はい。忍者激アツ刀です。うん。妖刀裏サメ、うん、あれが変化したものだったね。うん。うん、この忍者激アツ刀もかなりね、面白そう。そうだね。何やらね、4モードで遊べるみたいで、まず激アツ遊びでしょ、激技遊びでしょ、はい、発動遊びでしょ、うん、最後に高原と金次のなりきり遊びができるんだって。これね、高原と金次のね、セリフが入ってるみたいね。じゃあこれも楽しみだね、うん、では早速開けてみましょう。はい、どうぞ。いつものニンニン道場の、そういえばまだ1回もやってないです。そう、取り出してください。激アツとは、はい、ということでこちらが忍者激アツ刀ですね、はい、基本的にはもう赤い刀だね、うん、で、この辺紫でちょっと昔妖刀だったって感じするよね、うん、忍者ね、かっこいいよね、うん、忍者一番刀、忍者一番刀と比較してみますとほぼほぼ同じですね、うん、ただ色が変わった、そう、色が変わっただけだね、トリガー部分も黄色からこの紫に変わった、そうだね、このボタンが違うね、うん、一番刀の方は変化で激アツ刀の方は激アツボタン、真ん中は技で、これは一緒だね、うん、一番刀は召喚ボタンだったね、うん、激アツ刀の方は発動ボタンになっておりますね、うん、この辺がちょっと違う。あとはもう裏側もほぼほぼ一緒だね、うん、本当に色が違うだけです。そしてこちらが終局忍手裏剣ですね、はい、いやーこれね、完全に終わりの手裏剣でしょ。そうだね、終局ってついてるってことはこれ終わりの忍手裏剣だよね、多分ね、うん、それはこういう風に変化するのかな、もしかして。わかんない。じゃあまずこの絶縁シートを取ってください。はい、じゃあちょっと音声鳴らしてみてください、はい、あっぱれ一閃ってなった。で次は、なんかもうすでにこれ必殺技っぽい音がしてるけどね、うん、倒すと元戻るかな。ああ、そうだね、はい、それではこちらの忍者激アツ刀に単4電池2本入れてありますので電源入れてみましょうか、はい、はい。あ、これだけか、うん、で、トリガー引くと、あ、いいね、うん、音でかっ、うん、じゃあまずは激アツ遊びやってみましょうか、うん、これをセットして、こう壊します。そう、またこんなやつか。熱々熱々熱々じゃん。熱々熱々熱々じゃん。はい。はい。これ、これが1回だね。うん。2回とか3回とか回すとまた音声変わるみたい。うん。2回目回してみましょう。はい。いいよ。おお、超激アツになった、うん、じゃあ3回やってみよう、はい、3回、はい、おお、超超激アツ、はい、じゃあ4回回してみましょう、はい、オッケー、超超超激アツ長い長いじゃあ次技やってみましょう、はい、一撃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 
おお。両方から音鳴ってる。うん。ああ、なるほどね。さっきと違うちょっとだけ。うん、はい、もう一回やってみよう。激激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 激。ああ、なるほどね。うん。これが続くわけだ。うん。じゃあここまででいいか。うん、次に発動遊びやってみましょうか、はい、まずまたこれ取るか取んなくていいか、うん、発動遊びいきましょう、はい、発動お音全然違う回してみて究極一戦こんな神々しい音じゃあ最後に高春と金次のなりきり遊び、はい、これはこの終局人数券外すみたい、はい、はい、そしたらこれ発動のボタンを押す、はい、もう一回ここ押すと、はい、じゃあ高春になりました、はい、ではトリガーをちょっと引いてみてください、はい、来たな妖怪、来たな妖怪、はい、今のは剣撃音 A、うん、剣撃音 Bまた剣撃音 A、うん、また剣撃音 B、はい、そしてこれで決めるぞこれで決めるぞ、うん、次激圧忍列団激圧忍列団、うん、あこれが剣撃音の A と B 合体したやつで、うん、もう一回押すと来たな妖怪来たな妖怪でこれで一種だね、うん、でもう一回この発動ボタンを押すと、うん、ザ・キンジになりました、うんこれもハッシュタグに音声入ってるみたい。やってみてください。妖怪のお出ましでございますね。あいいね。うん。剣撃音 A。うん。剣撃音 B。うん。また A と B。そして。これで決めましょう。これで決めましょう。それで。激圧ロックスター。激圧ロックスター。で、これが剣撃音 A、B か。うん。で、もう一回押すと。妖怪のお出ましでございますね。一周するんだね。うん。で、もう一回これ押すと。じゃあ発動に戻りますね。じゃあこの忍者一番とうとう忍者ちいちゃそうで最後の戦いだね、はい、おそらくこれが最後の戦いです、はい、忍者ではね、うん、じゃあ勝負だ、はい、やばい、これはこれだ。うわあ！うん、マジか。やばい、もう一回もう一回。はい、ということで今回は最強忍び刀忍者激アツ刀でした。はい、ということで、今日の動画がいかがでしたでしょうかね。うん、しんくん格好つけてますけれども、なかなか良かったねこれね。うん、はい、もし良、かったなとか楽しかったなと思う方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと、YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。はい、最新の動画がわかりやすくなりますんでね。はい、はい、ぜひお願いします。それとコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は。以上でございます。バイバーイ。